はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレ版限定 ACPB03 アームズチェンジシリーズ仮面ライダーシグルド&仮面ライダーマリカです。この03はシグルドとマリカが2体セットになってます。下はこうで、横にはアームズチェンジと上には2人の変身プロセスになってて、反対側にはマリカとシグルド、後ろを見るとエナジーライダーが4人いて、デュークと残虐シーンは一般販売ですから、このセットでエナジーライダー大集合ですね。ではまずは仮面ライダーマリカピーチエナジーアームズからレビューします。はい、中身はこうなってて、マリカ本体とピーチエナジーアームズとメットパーツ、それとソニックアローです。ソニックアローはいつも通りこのように稼働するのと、見た目とか素材感はいつものソニックアローから特に変更なしですね。ではマリカ本体から、全体はこんな感じ。これがちょっとすごいのは、さすがプレ版限定だけあって、ボディラインがちゃんと女性的になってるんですよね。ガイムと比べると分かりやすいんですけど、全長サイズが少しだけ小さくなってて、全体的にほっそりしてるんですよね。この肩幅も結構小さくって、腕部分とか下半身もスラッとしてます。テレビ本編でもマリカは結構ほっそりしてましたから、再現度は高いですね。アンダースーツはエナジー系ライダーらしくツートンになってて、マリカは中華ベースです。ただ、リュウゲンと比べても、意外と共通点はあんまりなくって、この前掛けがちょっと似てるぐらいで、それ以外は全然違いますね。ちなみにこれは軟質パーツで柔らかいですね。で、可動箇所は今までと共通ですから、首とか腰、腕から肘、手首、下半身もグリグリと動きます。いつもの穴もありますね。顔の周りも綺麗に塗り分けられてて、なかなか細かいですね。そして、ピーチエナジーアームズ。全体はこのようになってます。全部ちゃんとメタリックになってて、肩パーツのクリアパーツ部分もメタリック塗装されてますね。上側と下側。で、ちゃんと桃らしく微妙にくぼみがありますね。結構細かいです。そしてメットパーツ、前側と後ろ。もうこれも完全にピーチです。ではパカッとパーツを展開して、ここの穴にメットパーツをはめ込みます。で、元のアームズに戻して、変身。上から落ちてきて頭にセット。そして肩パーツにカチッとロックしてアームズを展開。まずは肩のパーツをパカッと外して折りたたみます。で、胸のパーツも展開して、ここが二重ヒンジになってますから、折りたたみながらヒンジを収納。で、後ろのパーツは、メットと外して、倒して、パーツを畳みます。あとはソニックアローを持たせれば、完成！仮面ライダーマリカ、ピーチエナジーアームズです。はい、マリカが出来上がりました。おー、かっこいいですね。アームズの変形はすごくお手軽で、あっという間に終わったんですけど、ちゃんとピーチが展開して、テレビ通りのアームズデザインになってますね。後ろ姿も再現度高いですよ。はい、近づいてみると、こんな感じ。メットパーツがはまると、さらにテレビのイメージに近づきますね。顔そっくり。ゲネシスドライバーにもピーチがはまってますから、本当に文句なしですね。マリカらしく、アクションポーズを取らせても、決まりますね。これは強そう。関節はいつも通り、グリグリと動きますから、安定してポーズを取らせることもできます。多分ソニックアローの両手持ちもいけますよね。広げて、右手にも持たせます。はい、問題なく両手持ちもできますね。マリカはソニックアローを使ったバトルシーンが多かったですから、ソニックアローとの相性がすっごいいいです。アームズ装着状態でもほとんど稼働に干渉はしませんから、もちろんこれも片足立ちもいけますし、膝立ちからのソニックアローとか、ライダーキックも綺麗にできますね。体の線は細いんですけど、全く気にならないぐらいアクションポーズは決まりますね。ちなみに同じエナジー系だったらこのメロンエナジーアームズとかが似合いそうな気がするんですけど、どうでしょうか。なるほど、マリカがアームズチェンジするとこんな感じなんですね。ちょっとメット部分が面白いことになってますけど、案外着こなせてるんじゃないですか。逆に主任にピーチエナジーアームズを取り付けると、はい、さらにメットパーツ、これはなんとも、ふわっとした淡い感じになってますけど、でも、そんなに悪くないような気がします。ソニックアローを
持たせればなかなか決まるのではないでしょうかと思ったんですが、このピーチエナジーは可愛くなっちゃいますね。はい、バロンレモンと並べるとこうなります。この2人はいいコンビでしたよね。ただ共闘シーンは少なかったので、もうちょっと一緒に戦ってほしかったですね。はい、ということでプレ版限定 ACPB03 仮面ライダーマリカピーチエナジーアームズを紹介しました。最近はアーツの外務系とかで外務関連のフィギュアを見る目が超えてきてるんですけど、それでもマリカは本当に出来がいいですね。アンダースーツとかアームズの細かいカラーも再現してますし、ちゃんと専用設計でボディサイズが女性的になってるのも良かったですね。では次の動画ではこのセットの仮面ライダーシグルドチェリーエナジーアームズを紹介します。以上、プレ版限定 ACPB03 仮面ライダーマリカピーチエナジーアームズの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。